はい、短期決戦です。5月28日午後1時3分です。イエス。暑いわ、買い物行ってきた。みんな人が多いわな、ショッピングセンターも。暑い中、みんな動いてるね。まあでもひどいな、信号無視したりな、突然横断したりな、自転車で後ろから追い抜いていったりな、いろいろもうあれだな。ルールが、マナーを守ってほしいよね。あれじゃいつかぶつかるよ。さて、仮想通貨いきますか。戻ってますね、仮想通貨がね。どうなんだろうね、これね。ビットコイン。ネバさんバーガーをプレゼントしました。あ、ネバさんバーガーありがとう。ビットコイン267,334円だよ。これどうだろうね。これ急いで買い戻してるよね。みんなね。イーサリアムも2万961円でしょ、こりゃ乗り遅れちゃいけないっつうんでさ、みんな急いで買い戻してるよね。ほんとだよ、これ。ああ、チャンスだったかーって、20万がチャンスだったか、21万がチャンスだったかーっつってね。これスプレッド開いてる？日曜だからな。277590引く25609。あ、2万だ。スプレッド2万1000開いてるね。戻ってきたよ、これ。半値戻したんじゃないの？まだ戻ってないか？ 35 から23かな？ 35 から23だからね。イーサリアム。買った時の値段とちょうど同じぐらいなんだよ。イーサリアム戻してきたね。イーサリアムクラシックが上げてたね。戻ってきたね、コインね。まあでもね、どうだろうね。これはいいでしょ。他の通貨を見ないとね。コインキャッシュでしょ。コインキャッシュ。桂ザコバ、脳梗塞で緊急入院だって。イエス。イエス。暑いからね。コインチェック。コインチェック。まあね、現金のままだからね。現金って円のままだから、ね。円最強通貨でしょ。円最強通貨。円最強通貨。この中で一番円が最強通貨だと思うんだよ。ほら、全面高だよ。ああ、イーサリアムクラシック。ああ、2000円だったね。1300円ぐらいだったよね。だってリスクも85円ぐらいだったよね。136円だよ。あ、G キャッシュは戻ってないな。2万4000円か。1万9000円ぐらいだったね、G キャッシュはね。戻った、戻った。なんかあれだね、元のお祭り状態に戻ったね。すごいね。あげるた。全部買う金はねえよ。全部買うお金はないよ。うん、すごいね、これ。ほら、デイズレンジ、20万3000円までいったんだよ、これ。ビットコイン。20万3000円から28万まで上げたんだ。すごいな。ネム。あ、ネムの戻りもいいね。エヴァさんやってないとその凄さがわからない W。ああ、そう。わからないか。これだってさ。え？ちょっと待って、リスクで計算するね。85円がだよ。135円だったんだよ。どうやればいいんだ？135割る85は 1.5 倍じゃん。ん？85×1.5 は127。1.5 倍になったんだよ。だから20万が26万になってるからね、ビットコインはね。で単純に 1.5 倍になったんだよ。そう。1万9000円が、G キャッシュは、1万9000円が2万4000円になったんだからね。だから、2万4492割るの1万9000円。1.3 倍ぐらいか。これ、だって、イーサリアムクラシックなんか1夜にして2倍になってるよ、これ。あ、1300円が2000円になってるからね。うん。ドル円でも2倍になることはないじゃん。ドル円2倍、あ、ドル円2倍になるって言ったらさ、あれだね、大統領選ぐらい、大統領選の時ぐらいだね。2倍になったよね。2倍じゃないか。2倍はなってないか。2倍って言ったら200円か。2倍って100円が200円になるっていうこと？それはないな。さすがに。うん。ドル円100円が200円だったらびっくりしちゃうよね。一夜で。それぐらいのことが起こってる。リスク 1.5 倍でしょ？1.5 倍って言ったら、だからドル円で言うと100円が150円になったってことよ。うん。そういうこと。大底で買ったらあれだ、1.5 倍になってるよ。1.5 倍ってすごいよ。なんだ？ 1.5 倍って言ったら、競馬で 1.5 倍って大したことないね。競馬で 1.5 倍大したことないな。うん。まあ、こんなもんだよ、コインは。競馬の場合 1.5 倍でも来るか来ないか分かんないからね。来ない場合ゼロになっちゃうからね。これリスク135円買いたいけどな。でもさ、これさ、30万は戻らなそうじゃない？ビットコイン。まあこれでね、リミックスポイントがね、多分そんなに下げないと思うんだよ。ストップ安覚悟してたけどさ、仮想通貨上げてたからリミックスポイント。ストップ安覚悟してたんだけど。あ、リップルが戻ってないね。リップル見たいね。28円か。20円までいってたよ、リップル。確か。まあ、ビットコインのチャート的にはこんな感じか。調整だよ。絶対調整だよ。でもこの下、ヒゲすごかったね。リップル、エクセルリップル。リップル、ああ、リップル、16円もぐらいまでいったのかな。すごいな、リップル。これさ、チャット欄が面白くてさ、チャット欄の悲痛な叫びが面白くてさ、見てんだけどさ、面白いよ、チャット欄。チャット欄最高だぜ。映ってる？ああ、映ってるね。チャット欄ね。もう調整入った後に暴落暴騰はないだろうね。横横。ネガティブなことはやめようよ。13時台大波がそろそろ来るとか、イーサクラシック来るよ。XRP ひどいなって。ふぅ。リップルなんか 0.7 円からずっとホールド。すごいな。プラス 70% はいかねえよ。煽るな。リップルは技術面知らずに祭りで買ってる人多すぎでしょう。ビットコインも3万からずっとホールド。すごいな。これさ、あれなんだよ、さっきニュースでね、出てたけどね、去年の2月が、そこはスルーしてるとこでしょ、あんた。そこはスルーしてるとこでしょ。ダメだよ、そんなこと聞いちゃう。それ放送禁止用語だよ。本当に。そこ突っ込まないの、本当に。バンコ4545さん、そんなに儲かるの？儲かるよ、1.5 倍になったよ。いや、私は買ってなかったけどね。昨日のあれだよ、夜中にみんながうわー死ぬって言ってる時に買ったら 1.5 倍になってるよ。そういうもんさ。コインなんてそんなもんさ。昨日だからね、去年のね、さっきのニュースでね、去年のね2月頃が口座数が15万ぐらいだったんだって。で、今年入ってちょっと4月5月6月は分かんないけど、口座数が60万になったとか言ってたよ。去年15万だったのが今年60万口座になって、それがね、日本のね、投資家が口座をいっぱい作ったみたいなんだよ。海外じゃなくてさ。FX 魂さん、短期勝負さん、こんにちは。あ、こんにちは、FX 魂さん。これね、そう、これね、チャット欄が面白くてね、このね、荒れ方がね、好きなの。FX 魂さん、飯食いましたか？あ、食いましたよ。なんだっけな。辛いやつなんだけどね。うん。ボンカレーじゃないかな。ボンカレーか。ボンカレーの辛いやつなんだけど。辛口じゃないよ。緑色の箱のやつなんだけどね。わかんないから。はいよ、ネム30超えろーって。FX 魂さん、こんリアルチャートですね。リアルチャート？あ、リアルチャート？ああ。これリアルタイムだよ。売りが多いじゃん。売れ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 って売りばっかだよ買いがないよ、買いが。動いてますよ。そりゃそうだよ。コインは土日やるもんだよ。コインは土日だよ。そんなに儲かるのって言って。土日のボラ？あー、土日のボラね。ちょっと待ってね。そんなにね、でも昨日の急落がすごかったからね。ちょっと今異常な、あれだよ、ボラだよ。うん。こう、あれだ。24時間取引量合計が 22,235 ぐらい。2万超えてんだよ。うん。2万ってすごいよ。26万7572×2 万だよ。2万2000か。26万7572。かける2万2000、 1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、58億ぐらいできてるんだ。59億ぐらい、60億ぐらいか、多分そういう計算だと思うんだけど、60億ぐらいできてるんじゃない。言うてリップル上がってきた、リップルプラスきた、なんだか踊らされてるような気がしています。今から何買えばいいんかなーって。詐欺とか言う人、投資に向いてない。リップルも落ち直してきた。横横。他の悪口を言う人はご退出ください。リップル、欧米では評判悪いらしいけど、本当なんですかねって。ビット30いったらいいねって。ハッスル、ハッスル、リップル、リップル。イーサリアム、数十円で大量購入して、老後の資金にホールド。老後まで、あれか、老後の資金って何年後なんだろうね。そこまで持ってんだ。リップルプラテンしたって？プラテンしてないじゃん。ああ、プラスになりそうなのか。SBI 待ち。ああ、SBI がコイン出てきたらね、そっか、SBI が、あれだよね、サイトを立ち上げたからね。ああ、そうか、GMO より SBI がコイン出してきたら、行くかもな。サイドを吹くかどうだろうな。3の倍数でアホになります。懐かしいね。バケオさん、こんちは。こんちは。金持ち怒らない。ネムは未来の通貨。今のビットコインはクソ。戻ってきたね。うん。20万割ったらさらにいくかなと思ったんだけどね。戻ったね。ああ、すごいね。暗号通貨関係の本を読みまくりなさい。そんな本読んでどうなんだろうな。命つながったわ。ビットコインさん頼みますって。命かけてる人がいるからね。化けを3足固めたからちょっと安心だね。ああ、そう安心なんだ。ただね、これ以上上がっていくかっていうとね、どうかと思うよね。ちょっと調整が入っちゃったもんだからね。短期で欲を出すから損するんや。売らんかったらとりあえず損はしない。そろそろビットフライヤー60万人のチャットにネムの書き込みをしに行こうかなって。あ、そっか、ビットフライヤーの口座が60万になったっていうことか。そうだね。そうだ、ビットフライヤーのなんか話だったんだな。ヤフー知恵袋とここは絶対に質問に答えてやらないよなってこれ面白いな、ここのチャット。ここヤフー民多そう。イーサリアムだけホールド。100万円くらい増えたら奥さんの対応はガラリと変わります。またガラ君の期待しようって。ここにちゃんみん多そうって。嫁には仮想通貨は内緒にしていますネムはどこで買えますかって。負けおさんいくらってよくわからない。古いタイプは使われなくなったりしないのかな。Eクラシック、Eクラシック、いや、イーサクラシックはさ、よくわかんないけど、なんかイーサクラシックのが新しいみたいじゃん。あ、これ売りだけかと思ったら買いもあんだね。ちょうどこれ、売りしかないのかと思ったら、ここであれだ、売りと買いが、の番があれなんだ。メシウムばっかしてると地獄に落ちるわよって送り人になったら嫁を捨てようってロールバック問題、素人落ち。2ちゃんは番を間違えなければここより有益。リップルで15万負けなう儲かってない人はって基本文句ばっかだなって。本当有望なコイン見つけたけどここで紹介すると落ちるからやめた。特定の通貨の連呼だけは煽り行為に当たりますってさ、誰が取り締まんのよ誰が取り締まんのよ、コインの煽りを。まだ仮想通貨法案ができてないって言うんだよ。マケオさん融合コインってゴーレムじゃね。ゴーレムすごいランク上げてきてる。ゴーレムなんてあんだ。ゴーレムなんてあんだ。ゴーレム検索しよう。ゴーレムなんて買えるとこはわからん。面白いよ。これ、この版を中継してるだけ。ないの？海外通貨？あれ、UFJ コインってどうなんだろうね。ゴーレム。あ、そう。かけおさん僕も買ってないけど、ランキング見てて気になってる。あ、そう。ランキングに出てきたんだ。ゴーレム、GOLM、GOLEM、GNT が連日高値更新している。うん。ゴーレム欲しいね。負けお3層、11位に上がってる。うん、ゴーレム欲しいね。ゴーレムどこで買えるんだ？みんな UFJ と提携のリップルに気を取られてるけど、実はゴーレムがここ最近上昇してきてきて、ついにランキング10位に入ってきたんだよね。ゴーレム時価総額も7800万ドルとかなり大きくなってきている。今日のチャートを見てみるとこんな感じっていうね。わかんないな。ゴーレムがどこで買えるのかはわかんない。GNT。GNT。買えるところ。負けおさんポロとか言うとこないかな。世界最大らしいけど。ポロ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 ネ、に。ポロニックスとかなんか。あとでちょっと調べるわ。もうあと1分しかないわ。負けおさんそれ。それ。うん。海外の口座はな作りたくないんだでもなインド人に爆買いされる前にビットは仕込むか。インド人も金持ってるからな。いや、下がってきた ?263。すごい上がってるけどな、コイン。あ、リスク140円。うん、いいね。優秀だ。85円だったんだから。さてと、出勤するかな。負けおさんリップルだけ上がらない。リップル16円ぐらいまでいってたんじゃないの。終わりだ。ご視聴ありがとうございました。